アンジェロ・マリアーニアンジェロ・マリアーニはラベンナに生まれ、ジェノバに没したイタリア人指揮者。記事の音楽院でバイオリンを学び、15歳の時、バイオリニストとして音楽の道に入る。その後も、歌声や作曲の勉強を続け、1843年、マチェラータで正式にデビューした。作曲活動と音楽教師としての活動を続けながら、マチェラータ、ファエンツァ、 ナポリで点々と指揮活動をし、やがて、ジュゼッペ・ベルリ、ジャコモ・マイア・ベア、ジョアキーの、ロッシーに、リヒャルト・ワーグナーに絶賛されるなど指揮者として、成果を確立した。ベルリ、アロルド、フランコ・ファッチョ、アムレットの初演、マイア・ベア、アフリカの女、ベルリ、ドン・カルロ、ワーグナー、ローエン・グリーンのイタリア初演を手掛け、さらに1846年にミラノス・カラザ・音楽、 監督就任以降、ベルリ、二人のホスカリ、ナブッコの上演などで成功を収め、19世紀中央のイタリアを代表する指揮者となる、1873年病墓図。スカラザの後任にはかつてマリアーニが擁護したフランコ、ファッチョがついた。ソプラノドラマティコのプリマドンナ、テレーザ・シュトルツは、マリアーニの婚約者で、スカラザ初演のアイーダ役でもある。 彼女は、まもなくその利発さのために、ベルディの心を捉え、1869年、運命の力の準備中二人は、急速に親しくなる。月光したマリアーニは、シュトルツとの婚約を吐き、イゴ・ベルディ並びに、ベルディ作品と決別しワーグナーの積極的な、紹介者となった。19世紀のスカラザ、ありがとうございます。